こんにちは。こんにちは。みさきです。みさきです。お待ちしました。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はトレンチコートに合うお団子アレンジをやっていきたいと思います。はい。はい、うん、最近やっぱり、うん、韓国でも日本でもお団子が結構主流という意外な話だった主流、うん、流行りでもあるので、うん、まあ、それを生かしてちょっとおしゃれなお団子の作り方をやっていきたいなと思いますまあ、お団子の作り方とあとスカーフも使っていくので、うん、スカーフの巻き方も詳しくやっていきたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。わさわさなこのビフォアの髪の毛にオイルをたっぷりつけていきます。最初は5滴くらい出して、徐々につけていきます。どこから？毛先から。毛先からね、うんうん、結構私の髪の毛はあの寝起きの状態だとこう広がるので、これをなるべくもうしっかり、なるべくしっかり、しっかり広がりがなくなるくらいつけていきます。ちょっとまだ足りないので足していきます。一気にたくさんつけすぎるとペタッとオイル感が出ちゃうので、束感が出てつけすぎてないくらいのツヤ感が出たら OK です。ブラシで溶かしていきます。この時に絡まりもしっかりと取りながら、全体にオイルが均等になるまで溶かしていきます。絡まりを溶かすときでどう溶かそう？絡まりは上からガシガシやらずに、毛先の絡んだところから少しずつこういうふうに溶かしていきます。そうすると？そうするとダメージが少しでも軽減されます。おくれ毛がある方は下ろしていきます。私の場合は顔周りの前髪の横ともみあげ付近をだいたい1センチから 0.5 ミリくらいの束で下ろしてます。手ぐしでだいたい顎から耳の延長線上になるようにまとめていきます。この時に襟足が少し緩みやすいので、しっかり押さえながらまとめていきます。手ぐしが苦手な方はブラシも使って大丈夫です。きっちりとまとまってきたら、ゴムでまとめていきます。毛先をお団子にして、余った毛先は下に向いて置いておきます。余った部分を2つに分けて、ロープ編みにしていきます。この時にねじり終わったらキュッと締めて、ねじる時は少し力を抜いてキュッとして力を抜いての繰り返しでねじっていきます。ねじったらお団子に巻きつけていきます。先を少し余らせた状態でゴムで上から留めていきます。ロープ編みの部分を崩していきます。お団子の部分を持ちながら少
少しずつ前に広がるように崩していきます。この時にこういう風に根元の方が少し広がるような感じで崩してください。次にお団子の部分をほぐしていきます。縦に裂くように引き出していきます。次にスカーフを畳んでいきます。大きめなスカーフを三角形に畳んで、三角形のてっぺんの部分から1回、2回、3回折って長細い状態に畳んでいきます。長細く折ったスカーフを一度ねじって襟足の部分に置いていきます。耳の上を通って前髪と後ろ髪の分け目の部分で1回結んでいきます。結んだスカーフを反対側に持っていきます。前に垂れ下がっているスカーフの部分を後ろに持ってきて、耳部分で入れ込みながら隠していきます。反対側の後ろから出ているスカーフを前に持ってきて、耳部分に入れ込んで隠していきます。この時にスカーフを少し広げながら隠してあげるといい感じです。巻いたスカーフを整えていきます。耳が半分以上隠れてしまっている人は半分くらいは見えるように整えていきます。左右のスカーフのバランスが合っていないこともあるので、広い方に合わせて広げていきます。全体のバランスが整ったら完成です。はい、こんな感じで出来上がりました。着替えたね。はい、ある。ちょっとコートにもあるのでコートを着てみました。はい、はい、ポイントは、うん、ロープ編みの力加減です。締めるときはキュッと、うん、緩める、ねじるときは少し緩めてでやってあげると、崩すときにより立体感が出てメリハリのある綺麗なお団子になります。もう一つがスカーフのバランスですね。最初に耳の上を通していくんですけど、そうすると固定されやすいので後ろにこうだんだんこう緩んでこなくなってくるので、まあ、最初はこう耳を全部隠すんですけど、隠しすぎても良くないし、耳が出すぎててもバランスが良くないので、ちょうど中間のこの耳が出てるか出てないかのこの中間のバランスがよりおしゃれ感が出ます。この秋に、うん、とてもぴったりなアレンジになってますので。コートだけ合うの？なんか他にも合う？他には結構、うん、今日着てるこのブラウスとかシアー系のちょっと透明感あるこういうブラウスとかも結構お団子とかの方がやっぱりバランス良かったりとかするので、そういう時にも使えるタートルネックにも合うね。あ、合いますね、はい。だダウンはちょっと難しいかもしれないですけど、うん、多分そういうちょっと綺麗めなファッションとかには合うかなと思いますので、はい、ぜひやってみてほしいです。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた来週。
来週、はい、はい、またお会いしましょう。はい、バイバイ。